guys, I am Kumkumrap! ¿Tojinga? ¿Mikroka no hoho o shitteru to? Narodo. Te goto a Kyojin no sekai ni itte, Mikroka no hoho o ete kara, Kai no tainai ni haere to. ¿Dondake chichaku naru en daro na? Tainai ni haereru leveru tte.血流に乗って入るわけでしょ。大動脈みたいな。静脈血になり。絶対白血球に排除されるけどな、異物として。Tリンパ球とかに。さあ、そしてどこだっけ?巨人の世界っていうのが。こっちか。 ライノサウルス。恐竜出てきたよ。ジュラキ。ジュラ気取ってるよ、こいつ。99キロ。もうなんだ?巨人たちは普通の人間になりたくなって?昔巨人が住んでます。巨人がコンプレックスなのかな、巨人は。 ジャイアント。父さん、ユウスケか。そうだよ。大きくなったな。一緒に帰ろうよ。わしらの他にはいっぱいいるから、まだ帰れない。なるほど。秘宝を追ってまだ旅に出るってことですね、この親父も。 で、お互い成長してからまた会おうという冒険物語。なんだここは?親父の家か?ちげえな、カウンターがある。バーじゃん。巨人グッズは巨人の街?ジョニーに聞いたんです。他の人に言っちゃダメですよ、だって。 絶対に言うなよ。いいか、絶対に言うんじゃないぞ。言えってことですよね。言った方が面白くなりますよね、展開が。んで?巨人グッズを売ってる。高い。めちゃくそに高い。買えない。高級なんで。高級ブティックみたいな、なんか銀座にあるじゃん、よく。気取った街にはね。銀座ってやばいですよね、そういえば。高そうな店しかないんだもん。 大人の街っていうかさ、完全にもう金持ちだけの買い物できるエリアみたいな。あんなもんだってさ、芸能人しか買い物できねえだろ、あんなとこで。それかめちゃくちゃ収入のある人、年収が何千万とかさ。とてもじゃねえけど買えねえよ、あんなとこで。 バッグが10万とかなんですよ、だって。10万で安い方だよ。ありえねえ。こっちになんか巨人の街があるらしいんだよね。巨人が住んでた街。今も住んでんのかな?なぜか順番が変わってたって、さっきのあの、親父の下りで。 ここが隠し扉だ。上に通じてんだ。テロリストがいる。
系のやつか。ワンの時はいなかったんだっけ、軍人っていうの。いなかったな、そういえば。人間タイプのやつはいなかったな。盗賊のやつと魔導士のしかいなかったか。あとあれか、軍人に位置するのがワンで言うとあのロボット系か、機動歩兵とか28号とかのああいうやつらか。雨降らし、うわ意外と厄介じゃんこいつ。3セーブで全体攻撃だ。ざけんなよ、減ったんだけど、半分ぐらい減った。超効く。雨が降ってきたよーんとか言ってさ、3セーブ降らせやがって。悪魔鬼、シンプルな名前だな、随分ネーミングセンスがそのまんまじゃんっていう。鬼って大体地獄にいますからね。なんだ、人間を拷問するんですよ、地獄にいて。鬼が悪いことしたやつをね、生前に悪いことした人間を拷問するんです。拷問にかける係。ライノサウルス、こいつね、結構攻撃強かった気がするんですよね。お、入れた。気泡、力のマギ、毒のマギ。これでさっきのあの入れなかったとこに入れるんだ、多分。小悪魔系、なんなんだよ小悪魔系のさ、女子ってのさ。そういえばさ、どういう分類なんだろうね、小悪魔系っていうのは。そのロリ、要するに童顔で、童顔のやつもロリ入ってるやつも、その童顔で、なおかつメイクはギャル寄りなのかな、小悪魔っての。小悪魔アゲハとかなんかさ、雑誌あったじゃん昔。ギャル寄りなのかな、童顔のギャルを小悪魔系っていうのか。その辺の分類の分け方っていうの、分類の仕方、女のさ、どうなんだ。小悪魔系の女ってあんま見たことないな、会ったことない、関わったことないんでよくわかんないですけど、まあイメージだとロリ系のキャバ嬢みたいなノリっていうか、ちょっとこう子供っぽさもあるんだけど、もてあそうみたいな男心をさ、うまくもてあそんで思わせぶりにしといて高いもの買わすみたいなのが小悪魔系なのか。どうなんでしょうねその辺。何が小悪魔系だよって感じだけど、ただのクソビッチじゃねえかって。
ディスリの盾、よし。盾は使わないんで、基本的にまあメカの防御力上げるためにつけるだけって感じですね。鉄ゲタ、鉄ゲタか。防御13まで上がったの。小さくなれ。よし、手に入れた秘伝のアイテム。巨人が小さくなりたくてコンプレックスをなくしたいがゆえに使ってるという小さくなれ。巨人界の必需品。巨人は巨人で不便なんだろうね。でかいから。いかんせんでかいので。でも何をもってでかいなの？小さいものを基準にすればでかいけど、巨人を基準にしては普通じゃないですか。だから巨人は普通なんじゃないのって思うけど。よくわからないね。その辺の価値観。そして貝の元に戻って体内に入り込むと、アシュラの手下がね、ミクロ化して貝の体内に入って悪さをしてるんで、悪さっていうのは何かっつったら、貝の体内に秘宝が眠ってるらしいのね。生まれつきで、その秘宝を奪いに小さくなって入っていったっていう感じで、そのせいで具合悪くなってるんですよ。貝が、異物が混入したんで、高熱みたいな、倦怠感、高熱、関節の痛み訴えてるんで、副反応みたいなやつ、ワクチン、ワクチンのね、副反応はマジでね、やばいんで、本当にもうね、その日一日寝てるだけって感じですね。何もできない、痛すぎて、だるすぎて、体がだるすぎて。2回目を打った時にね、大体なるんですよ、副反応。コロナのさ、ワクチン一発目はならないんだよ。やっぱ一発打ち込んでるから、それが反応しちゃうのかなって。2回目来た時に強く反応して、そういうだるいみたいな感じになるんじゃないかなって。あれ、神殿どこだっけ、あの貝のいるとこ。こっちか、間違えたな、道。貝の神殿、サマベルタイガー。リストカットするとああいう模様になるんでしょ、トラみたいなさ、手が。ケアル得た、ケアル来たな。で、一番下に持ってきてるのが変わるんですよ。で、変えたくない能力は上に持ってけばいいんですよ。
エスパー4つまで特殊能力を覚えられて、一番下のやつが変わっちゃうんですよ、戦闘後に。もうタイヤに入ったぞ、ちっちゃくなって。どこから入ったんだ今、膣あたりから入ったの。なんでなぜか体内にテロリストがいるっていうね、体の中に。恐ろしいな、そりゃ具合悪くなるな。まずは、右手か、貝で言うとこの右手か、これアナトミナルポジションなんで、こっちから見た左側、向こうから言うと右手なんですよ。香港 B 型、 B 型肝炎とかそういうやつかも。うわっ、吸い取られたよ。なぜか最初から10減ってたの、あのモンスターは。出現した時からヒットポイントが10減ってたんですよ。その辺なんだろう、ランダムなのかな、多少多少の誤差があるのかな、モンスターのさ、ヒットポイント数値に。鼻息で麻痺した、どういうことなの、臭いから。鼻息が臭すぎてしびれちゃった。ノーズブレスが。マナミのヒットポイントが結構上がってきたな。急成長した。ブレイク。で、今度左手。両手両足どこにあるんだっけ、あと心臓と大腸にあるのかな、確か。で、最後脳みそに行くのかな。侍、外人はね、日本に侍がいると思ってんですよ、いまだに。あの曲げを言ったね、武士がいまだにいると思ってる国があるんですよ、日本に。で、切られちゃうって、その剣で。そういう伝説があるんです。デリンジャー、これどこにあるか分かんねえからな、指の先まで行かないとさ。指先にあるからさ、もう行かなきゃ分かんないんです。あ、外れだ。なんで、ちょっと若干さ、よく見たらさ、このゴブリンの目がさ、ラリってんだよな、シャシみたいになって。薬でも決めてんのかなっていう。絶対薬決めてたよ、今の鬼が。目がラリってたもんだって、焦点が合ってない。鬼、牧人、敵の数
数やめてくれよと思うよね。多すぎる敵。うわ、外れた。ざっけんなよ。なんだ、人差し指にいるのか。すげえ減るじゃん。一回の戦闘でさ、結構危うくなるな。これね、アシュラの塔の時もそうだけどさ、特殊攻撃の回数決まってるからさ、特殊っていうか攻撃の回数が決まってるからさ、きついんですよね。その長いダンジョンだとさ、使い切っちゃうから、下手したら使い切っちゃうんですよ、これ。それはまずいですよね。ゴールドカブトこれ。うわ、1ってね。きついな。割ときつめじゃん。割ときついっすよ。またこんなんだ。岩系のやつか。前もいたな、これ。で、右手左手が終わったから次、これは胃か、胃に入ってったのかな。これ大腸だよね。胃腸だよ、これ。肛門から入っていったのかな。逆流してるよな、ちょっと。肛門から潜入してる。アナルっぽかったもん。なんかその入り口がさ、ちょっとすぼんでて、回復しよう。割ときつめだね。ゆるくはないね、バランス。この面はちょっと長いし。敵も多い。白血球とか。白血球がね、ちょっとスライムと同じでさ、溶かすやってくるから厄介ですよ。防御無視のやつやってくるんで。無属性でさ、すげえ地味だな、毒素って。
罪を犯すっていう。テオリスト、アメフラシ、シルバータコ、タコの刺身好きなんですよね。寿司とかのネタでもタコってうまいじゃないですか。なんか食べやすくて癖もなくてさ、生で食う、まあ茹でてあっても美味しいし、なんでうまいんだろうタコって。しかも一匹から結構身が取れるじゃん、あれ。でもあれを食おうと思った人はすごいですよね。最初にさ、あのグロいものを見てさ、海にいるあのグロい物体を食おうと思うっていうのがすごいよ。我々多分小さい頃からタコっていうの知ってるから食べれるけど、その大人になるまでああいう生物が見たことなかったとして、初めて見たとしたら絶対食べれないですよ、あんなの。気持ち悪すぎて、めちゃくちゃグロいじゃん見た目も。エイリアンみたいな。そして、次は足か。マシンガンがなくなったよ。ほら、攻撃手段がだんだんなくなってくるんですよ、長引くと。次が足、右足か、違う、左足か。向かって右だけど、貝の左足ですね。正面から見てるから。尿管結石じゃねえかこれ、完全にさ。石あるじゃん、貝の体。膀胱詰まってんじゃん。よし、入った。また指だよこれ。なんで魔法使いがいるんだよ体内にさ。回復してるし、魔術見習い。結構速い、足が先手を取られる。ミミズの肉、マックのハンバーガーにミミズの肉を入れてるっていうデマがありましたね。昔流行ってたな、そのデマ。何年前だろうな、10年ぐらい前かな。割と逆に訴えられるんじゃないかっていうレベルの風評被害が昔流行ってましたね。使ってることないと思います。逆に手間じゃん、ミミズの肉使う方がさ。そんな面倒くせえことしないでしょ。で、心臓に入ってった。逆流してんな、これ。明らかにさ、大動脈をさ、
逆流して入ってった。流れに逆らいながら。川の流れのように。警戒かよ。右心房から右心室を通り左心室に入り左心房へ向かっています。心臓の中に気泡が眠ってるらしいんで、心臓の中にミミズとヤシガニがいる。ここマジで大変だな。結構長い。そして最後、最後じゃないかね。まあ一応脳のたどり着く前に最後の脳右足に行くのか。右足。マシンガンがもう少ない。弾が割とやばい。これやばめ。ちょっときついな。ちょいきついな。これいいよ。きつめだよ。ちょっと待ってくれよ。外れた。こっちにありやがったか。これでやっと脳にたどり着けるはずなんですよ。貝の脳に。大脳皮質。いけるよ。そしてもう攻撃手段がやばくなってると。果たして無事に取れるのか。最後の秘宝。取らしてくれ。マジで無事に取らしてくれ。
じゃん、目玉がいるよ。いろんな意味で目玉がいる。本日の目玉、これいけんのかな。ケアルのショートがあって微妙じゃん、ちょっと。うわ、マクロファージ、マシンガンが使えねえ。燃やしてやる。熱に弱いはずだ細胞は。チキショー、もう知った。よし、助かったわ。頑張ってね、さよなら。あっさりしてんなこいつ、意外とあっさりしてた。